デメジエールとアンゲラ・メルケル副報道官。1990年8月、ロタール・デメジエールは、ドイツの政治家、ドイツ民主共和国の最後の閣僚会議議長、東ドイツキリスト教民主同盟党首を歴任した。亡命優遇の貴族の末裔であるドメジエール家に、チューリン元州のルトハウゼンで生まれた。東ベルリンのギムナジウムを卒業後、1959年から、 ベルリンのハンス・アイスラー音楽大学に学ぶ。1965年に卒業して、ビオラ奏者となり、ベルリン公共楽団に入団する。しかし、サワンの神経園から音楽家の道を諦め、1969年から、ベルリン大学法学部の通信教育課程を受講した。1975年、楽団を退団し、弁護士となる。1987年、 グレゴール議事会長の下で、ベルリン弁護士協会副会長に就任。弁護士として、主に良心的兵役記者や平和運動家の弁護を担当していた。またマンフレート・シュトルペラと共に政府と協会組織の対話に従事していた。1956年、東ドイツの衛生政党、ドイツキリスト共民主同盟に入党。党を革命中の1989年11月に、 同等代表となり、11月18日に、ハンスモドロー内閣に、教会問題担当省として入閣し、閣僚評議会副議長となる。翌1990年3月、東ドイツ発の自由選挙で、人民議会議員に選出される。この選挙の結果、キリスト教民主導メータ保守系3等が勝利し、同年4月12日に、デメジエールは、閣僚会議議長となり、 外務大臣を兼任した。当時のデメジエールはほとんど無名の存在であったが、彼の党の主張する早期の東西ドイツ再統一と、ドイツマルク導入が支持を得たこと、そして、西ドイツのヘルムート・コール首相の支持を得たため選挙に勝つことができた。デメジエールは、党独市民の世論を背景に、勢独との早期再統一に向けて尽力した。1990年10月3日のドイツ再統一後は、 コール内閣に無認証の特命国務大臣として入閣。また、人民議会議員として自動的にドイツ連邦議会の一員となった。西ドイツのドイツキリスト教民主同盟に入党し、副党首となる。しかし間もなくシュタージの協力者であった過去が発覚し、1990年12月17日に大臣を辞任。翌年9月には、セディ副党首。 10月には連邦議会議員も辞職し、政界から離れた。1996年からベルリンで弁護士事務所を開業し、主に東西ドイツ統一に関する案件を担当している。その性が示すように、フランスから逃れてきたユグノー貴族の子孫である、父クレメントも弁護士で、地区のプロテスタント神徒の指導者をしており、そのためアンゲラ・メルケルの父ホルスト・カスナー牧師と親しかった。 また息子のロタール同様、東西統一後に、過去の下味への協力が発覚した。叔父のウルリッヒデメジエールは、西ドイツで、ドイツ連邦軍大将、第四大総監を務めた。ウルリッヒの息子で、ロタールの重邸にあたるトーマスデメジエールは、ドイツ再統一後に、メルケル内閣の閣僚を務めている。妻との間に参女がある。外相兼務は1990年4月20日以降、 アドレスブンバイローターでメイズナー、オンザイブオブジャーマンユニティ。ケイス・エウ。2019年10月6日閲覧。ありがとうございます。